白雲の章、古月の節、宗派の幕開け。月明かりのさやけさを共に感じながら、人々は一年の終わりを思い忍ぶ。別れを惜しみ、出会いに胸を膨らませ、それぞれの道を歩いていく。徐々に濃くなっていく春の気配をよそに、空にはただ古月が浮かんでいる。何かを象徴するように。追っ手は巻いたようね。ここは帝国軍の仮設陣地の一つ。軍勢を整えるくらいはできましょう。それで確認しておきたいのだけれど、あなたたちは本当についてきてよかったの？さすがにフレンはいないみたいだけれど。やべ、先生が駆け出したからつい全力で追っちまったぜ。カスパル、判断できないもの死にます。戦場の露ですから。私、帝国共にある同盟するブリギット王の孫です。いや、やっぱりついてきたらまずかったですかね。失敗でしたか。でも私の家帝国にありますし、先生も一緒だし、どうすればいいんです？俺はそれでいいと思うけどな。ただ反皇女派だった家もあるしな。私のことか。私は自分の判断が間違っていないと信じたい。君が皇帝なのだ。それに君をいさめられるのは私くらいのものなのではないかな。ふう、僕は知ってますからね。あなたと戦うのが一番面倒だと。私はエーデルちゃんというより先生についてきたのよ。当然だけど領地なんてないし、ヒュー君は不本意かもしれませんけど。戦力は多いほど良いですからな。この際理由など何でも構いませんが。皆の考えは分かったわ。ならば今一度覚悟を問わせてもらう。私は立った。進む道をこれと決め歩み始めた。この道は女神に剣を向けるも等しい茨の道。一つ間違えば我々は滅ぶ。だけどあなたたちも見たはずよ。大司教は獣の姿になったの。彼らは獣の力で奇跡を起こし、女神の存在を信じさせて人心を操ってきた。歯向かう者を無慈悲に殲滅し、歴史の真実を覆い隠して私たち貴族の子弟に教育を施す。私たちはそれを身をもって知っているわ。そうではないかしら。セイロス教団の勢力は強大な上、王国や同盟の諸侯をも動かそうとするでしょう。その難敵に我々は打ち勝たねばならない。人々のために、フォドラのために、私と共にこの道を歩めるというものだけが今ここで一歩を踏み出しなさい。皆の意志に感謝するわ。我ら帝国に勝利あれ。お見事でした、エーデルガルト様。ありがとう。正直に言ってほっとしているわ。皆が私についてきてくれて、たとえ一人になっても進むと決めたけれど、一人になりたいわけではない。私がいる限り決して一人にはなりません。その点はお忘れなく。それにやはり先生の存在は大きかったですな。そうね。少し先生と話してくるわ。あなたは準備をお願い。伝令が来る頃でしょう。は、お任せを。先生、少し話してもいいかしら。ありがとう。私は
私は不安なの。不安で押しつぶされそう。今まさに私の言葉一つで戦争が始まろうとしている。前節の聖母への襲撃、それが時期に思えるほどの大軍が戦場へと向かっている。各地で策謀がうごめき、決断を迫り、開戦の準備が進められている。多くの将兵が死ぬでしょう。戦乱に巻き込まれる民も少なくない。戦の炎は飛び火し、ホドラ全土で犠牲者を生むに違いないわ。そんな命令を私は出しているの。あとは号令一つで戦火は燃え上がる。ええ、そうよ。もはや後戻りはできないわ。私の足元にどれほどの血が流れようと、歪んだ教団の支配を打ち砕かねばならない。犠牲のない未来を作るための犠牲、矛盾のようだけれど必要なものよ。答えなどとうに決まっているのに、ただあなたに肯定してほしいだけね。先生、私の手を取って本当に良かったの。私と違ってあなたにはまだ後戻りできる道がある。このまま進めば大司教や教団の人たちと殺し合うことになるわ。それでいいの。本当にあなたは、ごめんなさい、愚問だったわね。私は先生を信じている。先生も私を信じてくれた。今はそれだけでいい。それだけで私は戦って行ける。行きましょう。ヒューベルトと話があるわ。陛下、本軍から予定通りに進軍中との報告がありました。それと激分の手はずも整っています。帝国は間もなくホドラ全土の諸侯に激分を発するの。セイロス教団の暗部を暴き、ホドラの民に王国や同盟の貴族の不正を突きつけて、彼らが一致団結して帝国と戦わないように揺さぶり働きかけるのよ。もちろん帝国への協力を取り付けてある貴族たちもいるわ。教団との敵対を選ぶ貴族もいるのです。断ずるべきは断じ、許すべきは許す。すでに帝国貴族の一部、腐敗した輩の粛清は済んでおります。中には我が父も。全く仕方がないことです。そしてそれに合わせてガルグマク大修道院を攻め落とす。すでに本軍は帝都を進発しているわ。あと2週間ほどで到着する。私たちもそれに合流するのだけれど、軍でのあなたたちの立ち位置をどうしようかと思って。そうですな、どうせ陛下も先生の軍に加わるおつもりでしょう。となると帝国の本軍に組み込むわけにはいきません。皇帝直属で戦場を自由に移動できる遊撃軍といったところが妥当かと。ええ、先生が皇帝である私を指揮するなんて表立ってはできないから。そもそも前線に出ることすら私は反対ですがね。ヒューベルト、それについては議論を尽くしたはずよ。これはこれは失礼をいたしました。さて、そうと決まれば私たちの新たな軍に名をつけるわ。我らがアドラークラッセにちなんでシュバルツ・アドラーベイヤというのはどうかしら。先生にそう言ってもらえてよかったわ。一晩かけて考えたの。先生、あなたはシュバルツ・アドラーベイヤの出撃準備を進めてくれる。頼んだわ。
間もなくガルグマク大修道院ね。ここを陥落させることは軍略的にも象徴的にも非常に意味があるわ。皆にとっては共に学んだ場所でもある。学友を盾にするような真似はしないと信じたいけれど、覚悟はしておいて。学友に思うところはないけど、同様に覚悟もないね。お前な、初っ端から士気が下がるようなこと言うなよ。俺はバッチリだからな、いつでも戦ってやるぜ。私には今ここにいる仲間以外に失うものはない。それで十分でしょ。故郷を離れた時、覚悟済ませました。私戦います。戦う覚悟ってどうやってするんですか。覚悟を決める覚悟ならできてますよ。あ、覚悟できないはずもない。私にとて追って立つものがあるのだから。みんなありがとう。それでは作戦を説明するわ。我々は遊撃軍としてガルグマクの中でも最も修道院に近い地区を攻撃します。エーデルガルト様や先生の顔を見ればセイロス騎士団も黙っていないでしょう。その間に残りの地区を本軍が全速力で攻撃殲滅する。いわば私たちはおとりであり、同時に敵の重要戦力を抑える役割も求められます。修道院周辺に最も詳しいのが私たちだからという理由もあるわ。ただ大司教がまた白き者の姿になる可能性も考えられる。みんな決して無理をせずに戦って。戦場での指揮は言った通り先生に任せるから。無論です。陛下と先生が揃っていて負けるはずもありません。シュバルツ・アドラーベイヤの初陣、必ずや勝利で飾りましょう。
諸君、勝機は必ず訪れる。今は選手に努めよ。城郭の外に防衛の陣、時間稼ぎですな。直ちにのける必要があるでしょう。しかし備えがそれだけのはずもない。伏兵も警戒した方が良いかと。左翼のラディスラバが押されているわ。ある程度の戦力を集めて押し返さなくては。舞台に上がるより緊張するわね。王さん、行けますよ。見え見えだ。悪いが諦めるこったな。僕の出番のようだな。フェルディナント・フォン・エーギル。ええ、いけるわ。私の力、見せてあげる。焦らず戦おう。行きますか。兵で攻撃せよ。加減すべきだった。身の程が分かったかしら。いまいちね、まったく。身の程を教えましょう。全てはエーデルガルト様のため。気合入ってるな。
満足する僕じゃない。勝利は決まっているだろう。光栄に思いたまえ。うまくやったものだ。簡単に負けるつもりはないわよ。行きやがれ。ご苦労様でした。まあ、レアを裏切ったことを断じて許さんぞ。ここで私が引くわけには。お兄様、無理は禁物です。まだ私もいますから。分かった、すまん。お前も無理せず引くんだぞ、フレン。残念だが、ここで死んでもらおう。女神に弓を引いた罪を悔いるのだな。
情けない。経験はいくらあろうと困りません。経験は糧になる。勝算はあった。ここは通しませんわ。ガルグマクは私がお守りします。皆様をお守りしなくては。帝国に力を貸そう。心配しないで、今は味方よ。聞きたいこともあるでしょうけれど、戦いの後にして。油断はするな。行けますよ。助かりました。さすがは陛下のお味方です。さあどうするんだ。舞台に上がるより緊張するわね。私の力見せてあげる。行きますか。ええ、行けるわ。僕の出番のようだな。はい。我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。我が敵ではない。
ぬるい。させていただく。セテス、フレン、ギルベルト、身を挺して守ってくれたのですね。もう少し時間が欲しかったところですが、もはや猶予はないようです。みんな出なさい。忌まわしきハントの手よりガルグマク大修道院を守るのです。塞がる者はみんなぶっ倒す。レア様の敵は僕の敵だから。焦らず戦おう。Thank you.
なたは僕が殺さなきゃ。この策を交わせますか。策を披露しよう。あなたの働きを無駄にはしません。さすがの活躍ですな。
満足できないな。貴殿の力見それていましたよ。レア様も私もあんたを見誤ってたみたいだね。こんなことをしでかしといて、まさか生きて帰れると思ってないよな。せいっ！敵はこの雷帝でぶった切るのみ。レア様、すみません。どうかご無事で。カトリーヌ、いいのです。ここで命を落としてはなりません。注意してくださいよ。私に挑んだのが間違いだったな。行けますよ。よくも裏切ってくれましたね。あなたは完全なる失敗作。私の手で処分しなくては。行きますよ。絶対に絶対に奪わせません。ガルグマクもお母様も。you
ませんよ。先生、危ない。うわぁ、城郭が崩れるぞ。逃げろ。先生が崖下に。帝国歴1181年初頭、新アドラステア皇帝エーデルガルト率いる帝国軍がガルグマク大修道院を包囲、多くの犠牲を出しながらもこれを陥落せしめた。時の大司教レアはセイロス騎士団を率いて帝国軍を迎え撃ち、自ら陣頭に立って戦うも苦戦。ファーガス神聖王国の王都フェルディアへと撤退し再起を図る。この一戦を機にアドラステア帝国はファーガス神聖王国並びにレスター諸侯同盟領への侵攻を本格化、フォドラ統一に動き始めたのである。